立命館大学。第6レーン西田美奈さん、立命館大学。第7レーン川田彩香さん、東大阪大学。走る前からワンツースリー取ろうってずっと言ってて、特にずっと臼井とはこの入学してからずっと一緒に競い合って練習してきたので、そこも臼井がこう自分なんて言うんですか、戻ってきたって言ったらちょっとあれなんですけど、一緒にこうワンツー取れて、皆さんとも先輩のその皆さんとも最後のレース一緒に走れて、ワンツースリー取れてよかったです。来シーズンは 100m は11秒4台から3台狙っていって、 200m も23秒3台目指して頑張ります。以上、200m